米価とは、米の値段。近代以前の日本においては、物価の基準であり、近代以後も日本国民の主食の値段である米価は、物価の王様と称されて、歴代政府の経済政策に、重要な影響を与えた。日本において、米価という概念が登場したのは、和道会人以下の校長12戦の出現以後である。ただし、平安時代以前の段階においては未だに、 物々交換が主流であったから影響力は少なく、また不作や貨幣の質の低下に伴う米価の高騰と、工程価格制定や、販売放出による低下の繰り返しであった。鎌倉時代以後の総戦流通によって、一石イコール一漢文の米価が慣例として定着するようになるが、実際には、統一的な貨幣制度も土呂後期も存在せず、地域的条件の違いも重なって正確な。 米価比較は困難である。ただし、意外なことに、社会情勢が不安定であった室町時代から、戦国時代にかけては、全国的に米価は定廉で一国イコール500から600分で推移していたことが様々な古文書から判明している。中世までは、神田家成が一般的であったが、当時の日本では、貨幣の鋳造を行っていなかったことから、経済の発展に、 貨兵供給量が追いつかない事態となった。そのため、安土桃山時代においては、豊臣秀吉による対抗検知によって、国大化成が採用された。その結果、年貢は米によって徴収され、また、支配階層である武士の法禄は、地方地業倉米地業など米を基準とした体系を取った。江戸時代に入って、貨兵の鋳蔵が本格的に行われるようになるが、 参加制度にあって、金貨銀貨銅貨の交換比率は変動相場制であったために、米が基軸通貨的役割を果たした。このため、米価は江戸幕府や諸藩の財政に直結したばかりでなく、支配階層である武士の生活基盤そのものを左右した。また、直接生産者である農民の収入は、もちろんのこと、職人や商人も消費層である。 武家層の貧窮化による影響を受け、米以外の物資の価格の価格はその時同期の米価に連動すると考えられていた。米価は旅重なる、例外、中外等による基金や買い占めで高騰することがしばしばあり、百姓一揆、打ち壊しなどの社会不穏を誘発した。そのため、米価対策は、物価、貨幣政策とともに、幕府や領主権力にとって懸案事項であり、将軍、 徳川吉宗、長武行、大岡忠助の主導した、強法の改革においては、空込め取引の許可や海米、囲い米の実施、工程価格の設定、米海書への介入などを米価対策として実施した。以下に、日本史小百科、貨幣、金星後期における物価の動態をもとに作成した、銀立てによる米価の変遷を示す、米相場の変遷前一国に対する銀文目。 格付け生産取引相場一覧表彰は14年8月、農林省、米価抑制のため最高販売価格を肯定。同年11月農林省、玄米標準価格43円に変更。米の強制買い上げ実施。太平洋戦争末期から闇市における米の流通が深刻な問題となり、それが当時の実勢米価となっていた。 これに対して政府は米の強制的教室の強化を推し進めたが、その価格の安さが農家の不満を高めた。そこで政府は米価審議会を設置して適正な米価算定に努め、生産費の上昇に対応して生産者米価をスライドさせるパリティ方式を導入した。その後、1955年の米の大豊策とインフレーションの収束、 商工業の発展によって米価に割安感が生まれた。これに対して1960年からは生産費に加えて都市との所得格差を抑えるために所得保障分を加えた生産者米価が設定されるようになる。これによって高度経済成長期には生産条件に大きな変化がないにもかかわらず都市勤労者の賃金上昇に比例して生産者米価の引き上げが行われた。 だが、消費者である都市勤労者の米価上昇に対する不満と生産者米価が消費者米価を上回る逆材や現象の発生や1967年頃からの米余りと減炭政策の開始によって生産者米価はオイルショック前後のインフレ期を除いて抑制気味に動くようになった。だが、これに対して農業共同組合などの生産者団体や与党の政治介入が行われて 政治的理由に基づく生産者米価が決定されるようになった。だが、1969年の自主流通米制度の開始、1972年の米の小売価格の自由化、1993年の平成の米騒動、及びミニマムアクセスを前提として、米の輸入自由化受け入れ、翌1994年の食料法導入によって、米価決定に、 市場経済の論理が大きく関わるようになった。ありがとうございます。